湯崎知事は新型コロナウイルス感染者の全数把握について今後も当面継続することを明らかにしましたこのまま適用すれば医療機関や県民の皆様に混乱を招きかねないと考えておりまして本県では緊急避難措置としての見直しは行わない全数把握を継続する理由について湯崎知事は国の方針では 新型コロナ治療薬の投与の対象でない患者などが発生届の対象にならないなど重症化リスクのある患者すべてを把握できないことや医療費の公費負担などについて国から具体的な対応が示されていないことなどを挙げました。またた全数把握でで感染拡大の抑制を図りたい考えです